スター、本当にデスガンと戦うつもりなんですか？マスターが守らなくちゃいけないと思うのはゼリスカなんですね。わかりました。マスター、ログアウトの処理をします。私は数秒前までマスターのホームで待機していました。ちょっと、なんであんたがこんなとこにいるのよ。まさかファンタもデスが、いや、なんでもないわ。あんたなんかの顔は見たくないの。早くログアウトしなさい。今すぐさっさとしなさい。言ってないわよ。というか、あんたと話す気はないから。ログアウトしないなら。ログアウトならできないわよ。ログアウトボタンが選択できなくなっていたわ。え、ゼリスカさん？まさかあなたたちがいるなんて。あら、レイちゃんまで来ているのね。久しぶりなのです。今日はデイジーは一緒ではないのですか？ええ、デイジーちゃんはフィールドに連れて行かないように管理しているから。そのせいかしら。それよりあなたたち、まさか二人とも。デスガンからの脅迫メールをもらったのかな。イツキさんも？なんでみんないるのよ。少しお話し合いをする必要がありそうね。私はデスガンから自分と戦えってメールが来たわ。だから返り討ちにして捕まえてやろうと思ったの。 OK したら妙に細かい指示があって、従わなければ仲間を標的にするって。僕もほとんど同じ内容だったよ。では、あの時の決闘やスコードロンの離脱は演技だったの？うん、本気だった。デスガンと戦う前にモヤモヤしていた気持ちにケリをつけたかったから。とにかくゼリスカさんたちはどこかに隠れていて、デスガンは私一人で戦うから。死ぬかもしれないよ。覚悟の上よ。私が死んだところで何か問題でもあるの？そうね、悲しんでくれる人はいるかもしれない。でも私が突然死んでも困る人はきっといない。お父さんやお母さんだって、お姉ちゃんがいれば。私はね、そんな存在でいるのが嫌なの。デスガンを捕まえればリアルでだって認めてもらえるかもしれない。だから奴の相手を譲る気はないわ。なるほど、死の恐怖より自分の欲求が勝ったということか。違うわよ。そりゃ逆らえばあんたを殺すとか言われていたけど、あんたを守るとかそういうんじゃないから。なんでいつもいい方にばかり解釈するんだか。あたしはいい人じゃないの。自分のわがままでここに来たのよ。だからお願い、お願いだから、みんなはどこかに隠れて、あたしが戦って隙を作るから、なんとか脱出してほしいの。皆さん、命がけの戦いを前提にしているようだけど、つまりはそういうことなのかしら。この場にいる全員がナーブギアを着用している。ええ、家に送られてきたの。指定の日時にナーブギアを使ってログインしろって。ナーブギアが盗まれたってキリトさんが言ってたけど、
もしかして。おそらくその盗まれたナーブギアだろう。やれやれ、まさか盗品をプレゼントされるとはね。どうやって住所を調べられたのかは全く謎だけど、私も自宅に送られてきたわ。僕もそうだ。まあクレハ君たちまで来ているとは予想外だったけどね。つまりみんなデスガンの誘いに乗って罠にはまったというわけか。罠でも何でもいいわ。だってデスガンの強行は見過ごせないもの。ザスカーの一社員として。ザスカー、君は運営の人間だったのか。もちろん、データの閲覧をはじめとして運営に干渉は一切できないわ。ここではあくまでも一プレイヤーよ。だから今までは攻略の最前線には立たないようにしていたの。何か隠しているようなのは気づいていたけど、てっきり軍人か諜報機関の人間だと思っていたよ。私はただのプログラマーよ。だけど、いえ、だからこそ見過ごせないの。 GGO で殺人なんて。まさかいたずらだって言うの。いたずらにしては手が込みすぎているわ。ナーブギアなんて手に入れようと思っても無理だもの。状況がわからなさすぎる。周囲を探索してみるか。リーダー頼んだよ。クレハ君もひとまずはそれでいいだろう。わかったわ。抜け道はなさそうね。ログアウトボタンも使えないままだし。どうしてあなたはこんな危ないところに来ちゃうのかしら。私には調査の義務があるもの。もちろん上に報告して調査を行うべきだったわ。ただこれは誰にも言わないでほしいんだけど、デスガン、もしくは協力者がザスカーにいる可能性が高いと思うの。ザ・シードはとても優れたシステムよ。だからこそデスガンがもし本当に殺人を犯しているなら、外部、つまり人間側が何かしらの不正を働いているはず。リアルの住所を知っていたのも、あるいはできるだけ証拠を集めてからと思ったのだけど、まさかあなたやクレハちゃんたちまで来るなんて。そうね、大事な人を殺すと言われたら仕方ないわ。デスガンの正体がわからない以上誰にも相談できないもの。私も焦ってしまって、あなたたちとのフレンド登録も消してしまったし、デスガンの誘導に乗ったことは否めないわ。潜入捜査のつもりで相手の言いなりになりすぎていたようね。ダメね。自分以外のものを守ろうとするには私はまだまだ弱いってことね。原来ジェリスカ離开我是因为这个原因啊。あなたのせいよ。居然怪我。まさか私に自分より大切なものができるなんて思ってもみなかったわ。在跟我告白吗？でもそれを後悔する気は全くないけどね。居然在这种情况被杰利斯卡告白。我一定要让杰利斯卡回去。最後に謝っておくわ。ごめんなさい。私がザスカーの一員だということをずっと隠していて、あなたには折を見て話そうと思っていたけど、
関係が変わってしまうかもしれないのが嫌だったの。さあ、リアルな話はおしまい。クレハちゃんたちのところに戻りましょう。あなたと二人で話せてよかったわ。ハロー、起点。よーし、サポートは任せて。せー、ちょっと待って、私一人で戦うって言ったでしょ。だから私が突っ込んで敵の情報を探るわ。みんなは距離を取って対策を考えて。クレハちゃん一人で勝てる相手ではなさそうということは分かっているのね。分かってる。でも最初に脅迫が来たのは私。すぐにみんなに打ち明けていればこんなことにはならなかった。今はバカなことをしたって思う。でもあの時、これでみんなを見返せる、認めてもらえると思ったのも事実なの。だからせめて責任は取らせてほしいの。みんなにもしものことがあったらなんて考えるだけでいいや。責任というのであれば、ザスカーの一員である私の方こそ責められるべきです。あなたたちは私が守ります。命を懸けてでも。素晴らしい責任感だね。安心しなさい、イツキ。あなたも私が守ります。あなたも愛すべき GGO のプレイヤーですから。一応システム的には。まいったな。今までの悪行を全て懺悔したくなる気分だ。あなたの長話は聞きたくないわ。みんな待ってください、私が突撃します。私は NPC なので壊れても問題ありません。相手はかなりの強敵よ。悪いけどレイちゃんではおとりにもなれないわ。そうよ、レイちゃんはご主人様をしっかり守んなさい。私が行くわ。いいわね。いいえ、私が。不行。マスター、我们要一起回去。私もそれがいいと思います。大賛成です。やれやれ、うちのリーダーは厳しいオーダーを出すね。でもあなたが言うと不思議とできそうな気がしてくるわ。指揮は任せたわ。行くわよリーダー。使うわよ。
ぱりあんたって私がいないとダメなんだから。私が引きつけます。援護する。ダメです、マスター。回復を優先しないと。もう一撃でも食らったら。マスター、嫌です。マスターがいなくなっちゃうなんて絶対に嫌です。ここはどこかおかしい。お母さんにアクセスできません。 GGO のメインシステムも反応なし。プレイヤーへのメール送信可能。完全にネットワークから遮断されている。違う、さっきはアイテム購入が可能でした。アバッス、マスターを連れて逃げるんだ。もう少しで弾切れです。私たちが時間を稼げるうちに。待って、マスター。私は、私だってやってみせます。あれは、何なんだ。アバシスさん、アバシスさん、やい。アバシスさん、回線接続しました。しばらくは安定して使用できます。アバシスさんたちがいる場所は GGO ではありません。ただいまストレアと一緒に状況を解析しています。ちょっと待っててね。レイちゃんが GGO からそっちに転送された後をトレースするから。パパ、準備 OK です。待たせたな。今そっちに行く。Hello， 雪人大大。光栄だよ。就你们三位啦。起来啦！死去了。
ありがとう。決まった、追加ダメージだ。在哪？到了。なかなか。頑張るね。ロッカー、今のうちに。こっちにおいで。この程度なのかな。クリティカルだよ。弱ってるわよ。決まった。決まった。クリティカルだよ。现在破主线，我就先把它关起来。等我开始浓好感的时候，我再把它打开。解决。のでしょうか。デスガン？デスガンなら、いや、デスガンを名乗ったプレイヤーたちなら警察に逮捕されたよ。君も知っているはずだ、シュピーゲル。現実世界の名前は新川教授。そして彼の兄新川翔一がデスガン事件の黒幕だったんだ。俺はそれを知らせにログインしたら、ユイからアファシスが GGO からいなくなったと聞いたんだ。アファシスが消え、君たちとも連絡が取れなかった。一体何が起きたんだ？それにここは？それは僕から説明した方がいいだろうね。どうせすぐにバレてしまうだろうし。ここはデスゲームエリア。 GGO とは似て非なる世界さ。クレハはリーダーを守って死んだ。死んだ？どういうことだ？まさか。ああ、リーダーたちは今ナーブギアを装着している。デスガンに仲間の命を奪うと脅されてね。そのナーブギアには仕掛けがあってさ、ログインすると自動的にここに転送されるというわけさ。詳しくはパイソン君に聞いてくれ。僕はプログラムは詳しくないし、実は長話はあまり好きじゃないんだ。言ったことなかったかな、僕は魔王タイプだって。まあクレハとツェリスカが来たのは誤算だったけどね。大抵の人間は自分より大事なものはないから。だけど君は必ずここに来ると思っていたよ。僕と君の絆を、君には僕しかいないことを。だけど結果は君が言った通りだった。君が言う仲間はみんな本当の仲間だったようだね。君は僕を許さないだろう。それは当然だ。僕は君を、仲間たちを裏切ったのだから。だから僕は魔王の役を全うするよ。英雄たちよ、僕にもっと感動を与えてくれ。奇跡を見せてくれ。今は戦いに集中するんだ。君たちが本当にナーブギアを装着しているなら、イツキの言う通り、ここは真の戦場だ。な、重大違反を確認。 GM 権限を停止します。何のエラーだ。パイソン、応答しろ。まもなく本システムは全機能を緊急停止します。プレイヤーの皆さんはログアウトしてください。プログラムにまで増反されるとはね。まもなく本システムは全機能を緊急停止します。プレイヤーの皆さんはログアウトしてください。しまった。みんなログアウトするまで油断するな。必ず帰って。嫌だな、
意味のない人殺しをする趣味はないよ。マスター！やっと二人きりになれた。でも、もうすぐお別れだ。また会いに行くよ。そこが仮想か現実か、それはわからないけど。もし君がこの世界の意味を追い続けるのであれば、芽吹いた先にその答えがあるかもしれない。やったー、レベルアップだ。おめでとう。レベルアップです。褒めてく少し強くなったみたいね。前に言っていた政府関連の知り合い、機構課に連絡した。そいつに君たちを会わせることも考えたんだけど。ハロー、梁姨。クレアは自宅で確認されたそうだ。眠るように死んでいた。原因はナーブギアだ。紅葉。デスゲームエリアを作ったのはパイソンですね。对啊，结局二，刚打完王，红叶呜了。まあ、ゼリスカはもう知っているか。ジェリスカ变成正宫了。ええ、ザスカーは今大騒ぎです。社員がザシードを悪用し、デスゲームを再び行おうとするなんて。実はデスガンの話を聞いた時から、密かにザスカーで情報を集めていたのだけれど、まさか自分の上司がデスガンの手先パイソンだったなんて。パイソンはザスカーの社員なんだ。イツキに手を貸し、気に入らないプレイヤーのアカウント停止などをしていたらしい。警察の取り調べではイツキの素晴らしさを延々と語っているってさ。でも肝心のイツキはどこにいるのかすらわからない。アルファルドのメンバーたちを調べてみても誰もリアルのイツキを知らないんだ。跟我打出真结局。いや、みんな聞いている情報が少しずつ違うという方が正確かな。住んでいる場所、職業、年齢、意識的に情報を混ぜていたとしか思えない。ハロー、マシュー。あの男らしいですね。結局本音を言ったのはあなたにだけかもしれないわ。それと君たちから警察が回収したナーブギアだけど、ゼリスカのものだけが偽物だった。アミスフィアの外観を偽装したものだったってさ。なぜ、どうして私のだけ偽物だったの。这样又被搞笑。会呛到哦。研究施設から盗まれたのは2台だけだったんだ。誰に偽物を送るかについては特に意図されていなかった。いや、あえて運に任せていたようだ。パイソンが預かった包みは3つ。それを指定された住所に送っただけだと言っていたそうだよ。ひどいペテンね。イツキは安全なところで私たちの戦いを見ていたというわけ。正解はイツキに聞かないとわからないな。ごくまれにナーブギアを隠し持っている人も。おそらくイツキには現実世界でも協力者がいるんだろう。キクオカは徹底的に洗い出すと言っていたよ。俺からの報告は以上だ。多分
君たちはまだ混乱していると思う。君が落ち着いたら展望台に来てくれないか。君と初めて会った日、少し話しただろう。そこで待っている。頭が真っ白というか、もうごちゃごちゃね。まだ私にはあそこのドアからクレハちゃんが元気に入ってくるように思えてしまう。こういうことには正解なんてないんでしょうけど、ただ考えて思って、あなたは（笑）こっちこそごめんなさい、いろいろと言ってしまって。幼なじみを失ったあなたが一番傷ついているのに、 GGO にログインするのも辛いでしょ。ただこれだけは言わせて、私はあなたの強さを信じている。あなたは自分の力で自分の道を歩める人だから、どんな結論であろうと尊重するわ。怎么你有笑到被呛到觉悟？そして私は GGO に残る。ザスカーも辞めない。セリスカはずっと GGO にあり続けるわ。あなたの相棒は永遠不滅よ。杰斯卡在这边正式变成后宫哎。其实他的戏份在前面一直都还蛮引爆的，然后到了最后就为了配合红叶的死跟主角告白，然后正式变成后宫，这实在是好牵强。他是你的。本当に来てくれたんだな。慢慢的正宫气质。雪人大大喜欢的类型很明显哦。いや、俺の時は当分誰とも話す気になれなくてさ、ずっと一人でいたんだ。でも俺の場合は、俺がどうしようもなくダメなやつで、俺のせいだったから。宣誓主权，来不及了，他已经先跟我的童子告白了。来者不拒，因为我一直觉得杰西斯卡的戏份很引爆，就是感觉出，就是制作群想要给他来一个比较神秘的角色，可是对我而言，他不会是一个很神秘的角色，而且。他是剧院这件事情，其实从前面就一些现象其实是看得出来了。俺はいわゆる SAO サバイバーなんだよ。而且我自己本身是红叶派的，对杰利斯卡就比较还好。红叶的戏份就还蛮明显的，就很多啊。その中でも攻略組って呼ばれている前線にいたプレイヤーでさ。仲間を失ったこともある、人を殺したこともある。あのデスゲームをクリアできたのはみんなの力だ。俺を英雄と呼ぶ人もいるけれど、俺は決してそんな立派なものじゃない。ソードアートオンラインでも、他のゲームでも、デスガン事件でも、俺は自分の無力さを痛感するばかりだよ。だけどアスナたちが支えてくれた。みんなと出会って今こうして生きていられる。だから決して同情とかじゃなくって、君の気持ちが少しはわかるし、何かできないかと思ったんだ。おせっかいだったら悪い、でも聞き役くらいはできるつもりだよ。デスガンの犯人、新川兄弟のうち弟の教授はシノンに妄執じみた思いを抱いていた。
シノンはここで最強の存在だと決めつけ、その理想をシノンに押し付けていた。俺の勝手な憶測だけど、おそらくイツキもね、君に何かを重ねていた、いや求めていたのかな。今思い返せばだけど、彼らは現実世界より仮想世界に比重が傾いていた。おそらく現実世界に失望していたんだろうね。どちらの世界でも俺たちが生きていることに変わりはないのにな。その言葉聞き覚えがあるんだけど、 VR 空間に過去の全てが記憶されているという噂は本当なのかな。有些人物大部分都很隐薄。你是指刀剑的部分，还是指这款游戏啊？刀剑，就我看动画的感觉来讲，它一直以来好像都只有就是在讲当时的女主角才会，就是感觉它好像每一个故事都只会讲主要针对一个女角啊，其他的女角就会被列为感觉像是后宫一样，就戏份就不会太多。啊，如果是以这款游戏的制作群来讲的话，因为之前看过《自由战争》，就是给我的感觉，好像制作团队在剧情的琢磨方面不是那么拿手吧。因为《自由战争》也是一样的情况。君が聞いた声は、もしかすると茅場明彦のものかもしれないな。そういえば知っているかい、茅場は SAO をクリアされた後に脳をスキャンしたって話。脳を焼き切るほどの高出力スキャンで自分の精神のデジタル化を試みた。成功例のない話だけど、ネットワークの中にあいつはいるのかもな。なんかわからないことばかりだな。でもこれだけは自信を持って言える。君を大切に思うやつはいっぱいいる。その人たちのことを忘れないでほしい。もちろん俺もその一人だから。哦，你是指这款夺命凶弹。这款其实这个制作团队他在上一款做的游戏就是自由战争，然后那一款做的其实比这款更悲剧，就是基本上那款游戏是连最后的结束，就是很直接可以感觉到那个剧情是没有做完，他就直接把游戏给 over 掉了。往另外一个角度来想，虽然这一次的剧情还是一样，就是写得很薄弱，但是至少它有个结束啦，不会像自由战争就是连个真正的结束都没有，更可怜。説明になっていないけど、あえて解説するのも野暮ね。みんな考えていることは一緒か。行こう。只能算有进步吗？算了算了。
实我倒是很期待他机票会怎么出哎，因为以上一款自由战争来说，也是本来说要出，也是本来很多人预估说会出 DLC 补完剧情，结果就是 DLC 完全没有出，反正就是制作人自己先抛弃那款游戏，先跑走了。这款我反而还会期待怎么出，你知道吗？Hello 歪眼，你还看结局，结果没看到，你可以看个片尾曲。刚跑完结局，其实以自由战争前一款游戏自由战争在跟这款夺命比起来的话，要说有没有进步哦，其实还蛮微妙的。对我来说，从自由到凶弹，最大的改变就是武器方面。你们知道，就是现在在凶弹里面，你们不是要强化武器，直接去找荔枝就行了嘛，荔枝帮你敲敲打打就好。可是在自由战争里面，强化是需要等时间的，而且你的武器等级越高，强化时间会等越久。没出是诈欺会啦，这次我觉得这次会出啦，会出。这次的情况应该不会像他们做的前一款游戏那么惨了，一定会出。对，而且还随机。我觉得这已经算是到这个游戏最大的改变了。然后我觉得把近战模式的东西的功能给拔除，真的超可惜的。虽然说我自己觉得是为了配合 GGO 的剧情，因为 GGO 里面总不会有什么，就是在 GGO 里面就是没有看到什么破装啊、砍断部位啊。害得我玩近战的我跑到这款游戏顿时失业，我好可怜哦，呜你那个是魔物吧？对啊，没有熔断呢，熔断多好玩，这是我唯一最熟悉的功能呢。哪像我拿光剑已经很奇怪了，但部位好玩啊，好玩啊。情报已经出来了，是不是？真是快速。但其实出的速度还蛮快的啊，这么快就已经有情报消息了。
啊、哦，真的、哦、，PC 还没有出就有消息。真的算蛮快的。